本日8月26日木曜日お昼12時を回りました、渋谷道玄坂レップスタジオより生放送でお送りしておりますレップランチタイムブレイクスでございます。柳竹でございます。本来はね、ここでジブラですと来るところでございますけども、昨日の放送聞いた方はね、ちょっとご存知かもしれませんけども、昨日うちの局長、ジブラ局長がですね、まあ、ワクチンのね、2回目の接種を終えまして、で、まあ、明日ね、どうするかみたいな話はこう、スタッフ間でしてたんですけども、まあ、本人全然大丈夫と、言ってくれてはいたんですが、まあ、とはいえ、ね、今こう、発熱の恐れがあったり、ちょっと体調の感じも聞いて、まあ、リモートとかいろいろ考えたんですけど、まあ、ちょっと例えばね、こう、放送中に、容態が変化するとか、そういうことも、まあまあ、考えられないことではないので、かなり、大事をとってという感じなんですけども、今日は、柳竹が急遽代打でお送りすることにしました。というのも、今日ゲストね、ビッグローンさん、ね、みんなかなり楽しみにしてくださっていて、申し訳まあない部分でもあるんですが、まあ、局長もね、まあ、リモートもそうなんですけど、まあ、バッチリなね、体調の時に、やっぱり迎えないと逆に失礼なんじゃないかなみたいな風な、レップの局としてのね、判断というところも、ございますので、今日はそういう形を、取らさせていただきました。ビッグローンさんファンの方、大変楽しみにしてくださっていた方、本当申し訳ないんですけども、逆に、これは中止じゃなくて延期という形で、近いうちにですね、ビッグローンさん、この企画にご登場いただきますので、また再アナウンスさせていただきます。その時をぜひですね、楽しみに待っていただければな、というふうに思います。はい、というわけで、東京地方、めちゃくちゃ、晴れております。この、なんか夏日が戻ってきたという感じでございますけども、東京は今日最高気温36度。ねえ、みんな、本当はこう、プールとか海とかね、行きたいような気候でございますけども、まあ今なかなかね、コロナの感染もありますんで、まあお家の涼しいところとかでラジオ聞いて楽しんでいただければなというふうに思います。はい。まあ、ただずっとうちにね、閉じこもってるのもあれなんでね、まあちょっと外の空気吸いに、まあ気をつけながら行っていただいたりする分には、問題ないかと思いますので、みんな気をつけて生きていきましょう。はい、じゃあですね、ツイッターを読んでいきましょうかね。早速 WREP シャープレップの方にツイッター今日もたくさんいただいております。ありがとうございます。まず円翼さん、今日も聞いてます、よろしくお願いします。ありがとうございます。チョキ君、今日もよろしくお願いします。ミサさん、代打でヤナさん、こんにちは。1時間よろしくお願いします。よろしくお願いします。妹もワクチン接種後、モデルなのね。はい、2日間高熱や頭痛、節々の痛み、副反応があったそうです。ジブさんが落ち着かれるのを待ちます。まあ、別にジブ君大丈夫なんですけどね、今もね。はい、なんですけど、大事をとってという感じでございますので、ご心配なく。そして明日はね、ミュージックバトルの大事な試合もありますんで、それに向けて今日は、ちょっとね、休んでいただこうかなということになりました。はい、6103、柳田さん、よろしくお願いします。カオリンさん、こんにちは、柳竹さん会ということで、ハユコパさん、はい、木曜高級よろしくですね。なんで今日は僕が一人で昔話しようかなと思っておりますよ。はい、タックさん、柳竹的スクールオブヒップホップ楽しみ、さあうまい話はできるのか。おみかさん、柳竹さん、代打お疲れ様です。ありがとうございます。マーシーダディさん、代打の柳竹さん、こんにちは。こんにちは。マナブくん、俺も2回目のワクチン打ちました。あ、そうなんだ。現在36度。おお。特に副反応みたいなことはなくですね。まあ、とはいえね、やっぱり、もし様子見れる時間があったらゆっくりね、過ごすのも大事みたいですよ。YMD リミックスさん、ヤナさん、ウェイヨーということで。はい。良平さん、今日は有給消化でお休みです。お、いいですね。メイクドナドゥさん、本日もよろしくお願いします。あるとこちょっと、勝久八号さん、柳竹さん、皆様ウェイヨー。いろいろ対策大変ですね。ね、そうですよね。熱いバンド推しから聞いています。そう、やっぱね、我々もこうできる限りね、いろんな対策を取りながらなんとか放送を続けていこうよという姿勢でやっておりますよ。はい、A さん、柳竹さんなんですね。お聞きの皆さん、こんにちは、ということで。はい、チャビンさん、ピンチヒッターお疲れ様です。2回目の副反応結構辛かったです。あー、2回目もうやられたんですね。そうですね。
はい、ソルジャーさん、いつもありがとうございます。昨日のインスタライブお疲れ様でした。ありがとうございました。ね、ちょっと飲みながら少しやってみましたけど。はい、ともひこさん、やなたけさん、リスナーさん、セイハロー、今日も講義よろしくです、ということで頑張ります。はい、 MCY さん、いつも楽しいです。あ、やなさんの回もいつも楽しいです。ありがとうございます、頑張ります。はい、ニコさん、ジブさん、コロナワクチン接種後ですもんね。そうですね。なんでちょっと大事取っていただいております。ミサさんのところも33度。トリテン君、おはようございます。カオリンさん、冷凍バナナ食べて口の中凍えてます。冷凍バナナか。え、冷凍みかんは食べたことあるけど、冷凍バナナって食べたことないかも。はい、ヨッピーさん、柳竹さんのスクールオブヒップホップよろしくお願いします。はい、頑張ります。エッコさん、ビクロさん延期ということで、その日まで楽しみに撮っておきますね。よろしくお願いします。あの、絶対やりますんでね。はい、ということで、じゃあ急遽今日は柳竹が代打会ということなんですけども、早速、まあ、いつも時間なくなるまあでも俺超フリースタイルなんでどうしようかなと思ってますけども、俺の、スクールオブヒップホップ話ということで、行ってみたいと思いますけども、あの、ヒップホップの出会いみたいのは、なんか結構いろんなところでこれまでも喋ってきたんで、まあ、なるべく端折りながら、まあ、初めての人もいると思うんで、駆け足で、ちょっと行きたいと思うんですけど、まあ、そうですね。中学校2年生ぐらいの頃なんですけど、まあ、うちの兄がいてね、うちの兄が、まあ、まあ、ヒップホップを聞くようになって、そういうファッションになって、こう無理やり聞かされてみたいなところがスタートだったんですけど、まあ、それがランディ MC とか、まあ、ビースティーボーズとか LL クール J だったんですよね。でもまだなんか洋楽も、あんまり、こう、なんていうの、ちゃんと聞けてないっていうか、日本のやっぱバンドとかポップスとか歌謡曲とか、なんだろう、やっぱボーイ世代なんで、まあ、ボーイもちろん好きでしたけど、一番好きだったのはなんだろうな、バービーボーイズとか、すごい大好きでしたね。あと、まあ、合わせて久保田俊信さんとかね、まあ、そういうの聞いてたり、まあ、したんですけど、中1、中2、まあ、ぐらいだと思うんですけど、で、それを無理やりでも、あの、そんな少年にヒップホップ聞けよって言われても、なかなかその、洋楽もよくわかんないし、英語で早口でなんとかよくわかんないし、なんかジャージ着た人たちがいっぱいいるし、みたいな。しかも、悪趣味の金の、なんかぶっといチェーンとかなんだこれ、みたいな感じで、全然、最初はもうこんなの嫌だなと思ったんですけど、無理やり毎日こう聞かされてたんですよね。で、なんですけど、その、うちの兄が買ってきたレコードの中に、初めての日本語ラップって言っていいと思うんですけど、あの、そう、吉幾三とかね、業界句物語とかは、まあちょっと置いとくんですけど、あの、伊藤聖光さんとタイニーパンクスの、建設的とかってプロテストショーってアルバムを買ってきていただいて、あ、家に買ってきて、日本語のラップっていうものを初めて触れるんですよね。で、東京ブロンクスもみんな知ってますね。この番組聞いてる人は、伊藤聖光さんとタイニーパンクスの、東京ブロンクスって曲を聞いてぶっ飛んだのが一番最初。なんでかっていうと、今までやっぱ日本の歌謡曲を聞いてきて、基本的に音楽って、愛だの恋だのっていう、惚れた腫れた、会いたくて震える、あ、みたいな曲ばっかりだったんで、会いたくて震えるのはまあもっと後か。あれですけど、まあなんかその恋愛の歌ばっかり、それが音楽だと思ってたんですよね。基本的には。なんだけど、東京ブロンクスを聞いたときに、朝起きたら東京がなかったっていう歌が、あ、歌詞から始まるのにめちゃくちゃ衝撃を受けたのが本当の多分一番最初だと思いますね。で、恋愛じゃなくて音楽が成立することにびっくりしたし、その東京ブロンクスが描いてる描写っていうか、朝起きたら自分一人、核戦争が、おそらく核戦争が起きて終わって世界が破滅しちゃってて、自分一人が生き残った世界のことを歌ってるんですけど、まあそれは、暗にそういう戦争反対とか核反対とかっていうメッセージも入ってたし、もうなんか、一曲聴いただけでもう震えるっていうか、本当に頭にいろんな情景が浮かんできて映画見てるみたいな気持ちになっちゃって、それにやられたのがヒップホップに入った最初なんですよね。で、まあ、この話はまあいろんなところでしてきたんですけど。で、で、ヒップホップっていうものに興味を持つようになります。はい。で、
こっからがまあ、あれなんですけど、まあ、うちの兄もいて DJ とかそういうのやってるんで、そっちの影響がかなり大きいんですけど、これね、今思えばっていうか、このジブラ君人脈のスクールオブヒップホップで呼ばれてる人たちの生きてきた方と、で、割と六本木の話いつも多くないですか？で、別にもうそこも六本木のカルチャーを全然知らないわけではないんですけど、日本にヒップホップが入ってきた時ってどういう感じだったかみたいな、まあフラッシュダンス見てみたいな話を結構みんなスクールオブヒップホップで話されると思うんですけど、その話する人たちって割と六本木寄りで、大きく分類すると渋谷六本木系と新宿下北原宿系に分かれると思うんですよね。あのヒップホップの系、日本にヒップホップが入ってきた系譜としては、これは僕の裸みたいなところもあるんですけど、渋谷六本木はいわゆるブラックミュージックを聴いてきた人たちとかの流れがそのままヒップホップっていうものに発展していて、だからディスコカルチャーとかダンスとか、ブラックミュージックの流れですよね。渋谷六本木で、多分おそらくっていうか、まあ、ジブラ君とかもそっち側に属すならそっち側。なんでそっち側人脈の話が結構多いと思います。で、みんなも、このスクローブヒップホップ聞いてると、割とみんなその似た感じの話する人多いなっていうのは、やっぱりそこから始まってるからなんですよね。なんですけど、僕が属してたというか、見てた世界は実はもう一個違くて、新宿、下北、原宿。こっちはですね、まあ、言うなれば、スケーターカル、スケボーとかサブカルっぽい感じ。あとはパンク上がり、みたいな流れですね。これに、ここで大きく分かれます。はい。で、僕は割とそっち側ですね。で、日本でヒップホップに飛びついた人とかって、まあ、セイコーさんとか、タイニーパンクスとかの流れと、だから、クラッシュさんとか、クレイジー A さんとか、ユタカさんとかは、だから別な感じしないですか？まさにそういうことで、僕は伊藤セイコーさんとかタイニーパンクス聞いてきたんで、やっぱ最初絶対そっちなんですよね。で、セイコーさんとかもうブラックミュージックもちろん、昔の聞かれてたと思うんですけど、それ以上にもっと藤原博さんとか高木寛さんとかって、まあ、タイニーパンクスって名乗ってるぐらいなんで、やっぱパンク上がりのヒップホップというか、新しいものを、カルチャー、ストリートカルチャーとして新しいものを追いかけるような人たちだったと思うんですよね。はい。で、それがこう結構スケボーカルチャーとかそういうのに近いところにもっといたと思うんですけど、なんで、ブラックミュージックっていうよりはパンクとかロックとかそっちの流れ、はい、っていうのが実はあったんですね。で、そういうのを最先端で聞いてた人たちが新しいものとして飛びついたのが、ヒップホップということでございます。はい。ソルジャーさんも今まさに言ってくれてますけど、サンピンは六本木、LB は下北、ね、まあ、難しいところですけど、あながち間違いでもないというか、まあ、7割ぐらいそんな感じですね。で、まあ、六本木で言うと、サーカスっていうクラブとか、まあ、あと、なんだっけな、まあ、いろいろありますけど、そういうブラックミュージックの箱があったんですけど、とは別に、新宿にミロスガレージっていうちっちゃいクラブがあって、花園神社の地下にあったんですけど、神社の地下にあったんだよな。そこの毎週火曜日に、クラブオブスティールっていうイベントをやってて、須永達夫さん、DJ ドッグホリデーですね。が、今の須永達夫さんが DJ ドッグホリデーってヒップホップの DJ だったんですよね。で、あと ECD も DJ やってて、ECD、その二人のそこに行くのが憧れでしたね。うん。あと僕は下北沢のズーっていうところに、まあ行っててっつってもまあ、本当に中学校、高校の頃、まあ今はダメですけど、行ってて、まあ月に一回とか、まあハマってた時はもうちょっと抜け出して、家抜け出して行ったりしましたけど、ズーっていうところに行って、そこの土曜日、あの、スリッツってクラブがあったんですけど、それの前身ですね。今、キャバクラかなんかになってるって寂しいけど、あの、ズーっていうクラブの土曜日のスーパー忍者フリークっていうイベントがあって、東京ナンバーワンソウルセット
のね、としみさんとか、渡辺としみさんとか、ドラゴンさんとかが確か DJ してるところに結構土曜日だったんで行きやすかったと思うんですけど、遊びに行ってたのはありますね。はい。で、僕はまあどっちかっていうと、その聖子さん、タイニーパンクス、とかのサブカル感とか、ストリートって言ってもスケボーとか、まあ自分はスケボーやってなかったですけど、なんかそっち側の流れの方が、多かったのが最初かな。で、日本語ラップから入るんですけど、徐々にヒップホップも洋楽もそれでなんかファッションとかスタイルとかが好きになっていて、その六本木系の方では多分 ほとんどかからなかったであろう。でも、こっち側って言い方したいですけど、やっぱりそこの境目はビースティーボーイズかなっていう感じがしますね。もちろんビースティーボーイズの中でいろんな曲があったり、特にファーストの中の曲でいろいろあるし、六本木でかかってなかったわけじゃないんですけど、いわゆるパーティーみたいなところでは、大ヒットしてたんでかかってたと思うんですけど、逆にアンセム化してたのは、やっぱりスケーボーカルチャーの方の、ヒップホップではビースティーボーイズが結構超人気だったですね。なんで僕もファッション含めですけど、本当に影響されたビースティーボーイズ、でかいです。ということで一曲いきたいなと思うんですけども、まず最初にあたけが影響された洋楽のヒップホップ一曲目いってみましょう。ビースティーボーイズのライセンスというの一曲目、これから始まりますね。本当に今聴いてもかっこいい。ビースティーボーイズでライミン&スティーリング。はい、聞いていただきましたのは、これは86年ぐらいの作品なのかな。はい、なんで気持ち後なのかもしれないですけど、ビースティーボーイズのライミン&スティーリン、聞いていただきました。で、まあ、今でこそね、トラップとかでみんなこうクラブでモッシュみたいな、まあ、してたりするのを、見たことあると思うんですけど、当時、さっきも言ったけど、その六本木渋谷ダンス系ではモッシュなんて起こりえなかったと思うんですけど、その新宿とか下北のクラブとかでは、こうロックっぽい曲とかかかってモッシュすることなんか全然ありました。なんでそういうのにまみれて、聞いてたっていう感じでございますね。はい。なんでビースティーボーイズかなり大好きすぎて、スーパー、コレクションとか、したことありますね。はい、ちょっとツイッター見てみようかな。ともひこさん、ボーイはかけません。はい、メイクドラドゥさん、ビースティーボーイズ、そうだよね。はい、カオリンさん、としみさんもいつかゲストでもね、いやー、わー、どうなんだ、俺なんかめちゃくちゃ緊張しちゃうけど。はい、洋服屋さんの話とかもできればこの後いいなと思いますけどね。はい、マーシーダディさん、柳竹さんがレコードシスコで始めたのいつですか。ムロさん、ワタさん、長谷部さんとの出会い、それ話すの結構だいぶ後になっちゃうかもしれない。あ、渡来くんは結構あれですけどね。渡来くんはずっと言ってますけど、高校の同級生なんで、高校1年生の時に学校で会いました。さあ、そんな感じですかね。じゃあ次行くんですけど、ちょっと駆け足で曲、かけたい曲もあるんで行きますが、BC ボーズの今のライミン&スティーリンとか聞いて、さっき歌詞がね、日本語ラップの歌詞を聞いて、まあ、恋愛じゃないことでも音楽が成立することでやられたって言ったじゃないですか。で、ビースティーボーイズのこのライミー&スティーリンも、アーリーババ&フォーティーシーブスって言ってるんですけど、アリババと40人の盗賊って言ってるんですよね。ただそれ言ってるだけなんですけど、マジで意味がわかんないじゃないですか。で、何なんだろうこれみたいな。この人たち何言ってんだろうみたいな。ふうに、歌詞もですね、まあ、日本語の訳とかを、まあ、CD とかにね、ついてたんで、そういうのをレンタルしたり、買ったりとかして調べ始めたときに、やっぱどうしてもですね、びっくりするんですけど、やっぱパブリックエナミーですね。パブリックエナミーに出会ったときに、なんでこの人たち音楽ってね、楽しいもんじゃないですか。なんですけど、なんかいつも怒ってるこの人たちみたいな。で、何かでも怒ってるし、何かを一生懸命言おうとしてるな、みたいな、すごい伝わったんですよね。それ何なんだろうと。で、Don't Believe the Hype っていう曲がパブリックエナミーにありまして。で、まあ、パブリックエナミーってのはこうね、社会派のメッセージを訴える、グループでございますから、なんかそういう雰囲気もすごく分かったんで、歌詞を調べたんですけど、まず Don't Believe なんて信じるなって言ってるわけですよね。音楽聴いて何でもいいですけど、何かを信じるななんて訴えてる人たちは初めて見たわけですから、
それにまずびっくりしたんですけど、ザ・ハイプで、ハイプって調べてもなんかあんまりよくわかんなくて、当時。まあ結局ここで言うハイプって、まあマスコミとか報道とかそういうのをまあ鵜呑みにすんなよみたいなことなんですけど、まあ今のね、今に置き換えるならまあインターネットでこうあのバズっててもソースがないニュースとか信じるなとか、割とそういうことに近いと思うんですけど、まあハイプっていうのはまあ作られたバズとか、まあハイプってすごくいい意味もあるんで難しいですけど、まあ、なんか作られたような情報に騙されるな、みたいなことですかね。で、調べていったらそういうことだって、なるほどと。何でも簡単に鵜呑みにしちゃいけないんだなと。いうのをですね、パブリックエナミーから、もうこの時に教わってたんですね。それがヒップホップの面白いところだと思うんですけども。なんでまずこれ聞いてやられました。なんでね、当時からパブリックエナミーに教えてもらった教えを、守りながら頑張っていきたいと思います。聞いてください。パブリックエナミーで Don't Believe the Hype。はい、聞いていただきましたのは僕がまあ本当に、初期の頃ハマったヒップホップということで、パブリックエナミーの Don't Believe the Hype、で、何ですかね、ヒップホップを聞いて物事を勉強するとか教えてもらうっていう感覚にどんどんハマっていくんですよね。なんで音楽を通していろんなものを知っていくとか、本当にパブリックエナミー大げさじゃなくて世の中の仕組みを知るみたいな。で、ブギーダウンプロダクションズ聞いて You Must Learn って曲があって、あんたはまあね、勉強しなきゃ、学ばなきゃいけない。で、いやいや、勉強も学校行ってるけど、みたいな。でもそういうことじゃなくて、こう、なんか、黒人の歴史とか、なんかそういうものをなんでこの人たちは一生懸命、音楽通して訴えてるんだろう。つうんで、自分もそういう、本とか買って、まあ、何ですか、そういう、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアとか、マルコム・ X とか、わかんないですけど、そういうものをね、勉強していくきっかけになったりとかして、勉強と音楽がこうなんか同時進行で進んでいくみたいなのに、がすごい自分で面白かったんじゃないかなと思いますね。ヒップホップにハマったきっかけはそんな感じでございます。はい、というわけで、一旦ここまで、あっという間にやっぱ前半戦終わっちゃうんですね。もう、なんでしょう、もう本当に一部の一部しかまだ話してないような気もしますけども、一旦、CM を聞いていただいて後半戦行ってみたいと思います。はい、バックアゲインということで、レップランチタイムブレイクス。今日は DJ 柳竹がですね、大々会として、柳竹的スクールオブヒップホップをやっております。まあ、前半戦はね、まあ、日本語ラップから入って、実は渋谷、六本木、新宿、原宿、下北系で、ヒップホップのスタートは分かれてたんだよという、話をしましたけども、後半戦突入も、日本語ラップの話から行ってみたいと思います。で、まあ、パブリックエナミーとか、ビースティーボーイズとかに、まあ、見せられて、まあ、NWA しっかりですけど、まあ、いろいろ、そういうヒップホップをどんどん聞いていく中で、うんと、日本語ラップもね、もちろん本当に大好きなきっかけになったんで、めちゃくちゃ、てか、まあ、日本語ラップの方が聞いてたぐらいですかね。ただ、まあ、数は少ないんで、もう出るもの全部聞くぐらいの感じでございましたけども、やっぱりどうしてもですね、さっきの、ちょっとツイッターもどっかにあったような気もしますが、ここで割と六本木渋谷系文脈の話が非常に多いんですけど、僕とかはやっぱりその、聖光さん第2パンクス流れなんで、メジャーフォースとか、っていうレベルがあったんですね。日本初の、そういう、まあクラブミュージック、まあヒップホップ最初中心だったんであれですけど、ので、まあ日本語ラップをずっとこう出るたんびに聞いてたんですが、絶対に忘れちゃいけないのはやっぱスチャダラパーだと思います。まあ、まあ ECD とかもちろんそうなんですけど、純国産っていうか、でもなんかもうものすごい面白い人たちが出てきた。まあ、今でこそ YouTube でバズったりとか、MC バトルで人気が出たりとか、アベマの人気の番組で、なんかスターになったとかじゃなくて、もっと小さい規模ですけど、やっぱりコンテストがあったんですよね、クラブで。で、まあ、そういうところでぶちかました奴らがいるよと。俺多分その回はもちろん行けてないんですけど、そういうのが多分ね、1ヶ月後、2ヶ月後くらいに雑誌のすごい1ページの小さいところに出るんですよね。で、なんだこいつ、なんか面白い人たちが出てきたんだな、みたいなことは雑誌の本当の1ページで知る。
でヒップホップの情報なんてマジで世の中になかったんで、インターネットもない時代だから、一番よく言ってたのは宝島の高木寛さんの1ページか、ファインのそれも寛さんの1ページですかね。でやっぱなんで寛さんとか聖子さんとかを見て育ったかっていうと、やっぱそういう人たちの方が雑誌にとかに連載できる機会をもうその時に持ってたんだよね。なんか情報を発信するっていう意味で、聖光さんとかも確か、ホットドッグプレスだっけ、なんかそういう雑誌で働かれてたんですよね、そういうのので。カンさんとかもファインとか宝島とかにあったんで、そういう人たちの情報の方が雑誌を見てる限り、俺を言うても中学生高校生だから、そういう情報を取るしかないじゃん、毎日クラブとかに行けるわけじゃないから。なんでそっち側っていうのももちろんあると思うんですけど、で、そこでまあスチャダラパーティーが出てきたと。で、太陽に吠えろ、っていうドラマがあって、刑事ドラマがあって、それのテーマ曲の上でラップしてめちゃくちゃ盛り上げてコンテストで優勝した奴らが現れた。まあそれがスチャダラパーだったんですけど、なんかだから、それやってることはアメリカのヒップホップ、例えばデラソウルとかがやってるようなことを日本に置き換えるとどういう風になるんだろうっていうことですよね、スチャダラパーがやったっていうことは。だけどやっぱすごい、それがもうめちゃくちゃその一気に話題になって、で僕もね、多分 ECD 主催のチェックユアマイクっていう、オムニバスのライブイベントがあったんですよね。それかどこで最初見たのかな、スチャダラちょっとわかんないですけど、時にまあ何回もその生で太陽に吠えろでラップしてるの、その後クラブライブで見るんですけど、めちゃくちゃ面白くてかっこよかったですよね。でもなんかちょっとこうファニーな感じで、でもなんだろうな、ものすごい大人気でした本当に出てきた時は。はい、なんで、やっぱスチャダラパーは最初めちゃくちゃ見せられました。それで、スチャダラパーがメジャーフォースからデビューするよということで、その太陽に吠えろでやってたのはスチャダラパーのテーマって曲なんですけど、スチャダラパーのテーマパート2って曲でデビューするんですよね。でこれ歌詞は同じなんだけど、太陽に吠えろやっぱりサンプリングで使えないんで、トラックを作り直して、デビューしたのが、でそれをの12インチレコードをそれこそシスコに買いに言ったのをなんか覚えてますね。で、スチャダラパーのテーマパート2をかけようと思ったんですけど、そのカップリングでナイスガイって曲があって、こっちの方がかかってないかなと思うので、今日はこっちかけたいんですけど、当時僕らはヒップホップに出会ってヒップホップファッションとかにもなっていくんですけど、世の中は、アメカジブームが終わって渋カジブームっていうのに突入するんですよね。で、まあアメカジってまあアメリカンカジュアルの略ですけど、それが日本流に、まあ派生してというか、日本流にこう置き換えられて、渋谷オリジナルのカジュアルなんで渋カジっていう、まあ謎のファッションが、スタイルが、まあ流行して、まあすごい別に、今振り返ると面白いものいっぱいあったんですけど、例えばキャップをですね、めちゃくちゃ折って、そのキャップは今で、でも今あれか、みんな T シャツ切ったりとかするよね。そういうのもあって、なんかライターで帽子燃やしてたりとか、あとフィッシングベストとか、あとなんだろう、冬だと、ボンバージャケットとか、そういうの流行ったよな。でも素肌にボンバージャケット着てる人とかいて、ちょっとよくわかんなかったけど、あ、ケンボ君着て今笑ってますけど、ありましたよね、そういう渋価値。いや、マジ、ちょっとその、はい。多分、でも途中の話、ちょっとなんとなくわかんないけど、うん、想像で言うとその、アメカジが渋価値になってみたいな。そうそうそう。で、ちょっとやっぱり、アレンジが、うん、行き過ぎてる。行き過ぎてるっていうか、ね、そっちの方行くか、みたいな。ありましたよね。それこそその帽子ヒデやプールとか、うんうん、そういうのもろそうだよね。そうですよね、うん。で、いわゆるチーマーというね、文化が、まあ、全盛期になりまして、そう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 、まあ、いろいろドラマとかみんな知ってると思うんですけど、これもまあ、たまに話しますけど、本当に渋谷のセンター街に、昼間みたいに夜中もずっと人がいたんですよ。で、センター街にみんな車を乗り付けてんの。そうね、意味が分かんなかったですよね。車がセンター街にもう両端バーって並んでるんですよね、公園通りとか。そうだね。でね、結構その僕はそこら辺に出入りしてたから、うん、分かるんですけど、はい、いろんなそのチームがあるんです。はいはいはい、なんか
あの、縄張りがあるんですよね。そう、そんで、プライム前に溜まる人たち。あ、はいはい。ファーストキッチンの前に溜まる人たち。はい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 、はい。あと、まあ、公園通りの方とかに溜まる人とか、はいはいはい、いろいろこう、分かれて。はい。みたいなことがあったんですよね。はい。で、まあ、それはそれで、でも、実は渋カチとかちゃんと振り返ったら、今いろいろこうダメージファッションとかありますけど、そういうのかなり影響を与えてるような気もするんで、なんか振り返ってみても面白いかもしれないんですが、まあ、逆にでもヒップホップの日本のそういうファッションとか、まだまだめちゃくちゃマイノリティだけど、なんか、でも俺らは新しくて面白いことやってるぜ、みたいな。こともあったと思うんですよね。それをステタラパーがナイスガイっていう曲で歌詞にしてるのがめちゃくちゃ痛快で面白かったんですよ。これ本当に歌詞に注意して聞いてほしいんですけど、すごい爽やかでめちゃくちゃいい曲なんですけど、いわば社会風刺っていうか、で、世の中で一番まあ今流行ってて、そういう渋谷のなんか、そういう渋カジとかチーマーみたいなこと言われてる人たちをこうちょっとこう斜めから刺すみたいな、歌詞になってて非常に面白い曲で、そういう、こういう、音楽でこんな歌詞が書けるんだっていうか、こんな面白いのあるんだっていうんで僕はどんどん見せられていった感じですね。聞いてください。スチャタラパーでナイスガイ。はい、聞いていただきましたな。スチャタラパーでナイスガイ。こう失敗した。藤原博さんのリミックスの方をかけたかったんだけど、まあいっか。調べれば、サブスクとかも多分、ファイルの音源なんで出てると思うんで、素晴らしいバージョンありますんで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、というわけで矢野武が今日は、代打でお送りしている、はい、ランチタイムブレイクスですけども、ちょっとツイッターも読んでみましょうかね。はい、ソルジャーさん、スチャダラパーの3人は全然変わってない気がする。いや本当そうだよね、何にも変わってないんじゃないかな。そうですね。はい、MCY さん、渋カジってお酒とか渋谷系と関係あります？うん、関係あんまりないかな。渋谷系音楽って言われるもの、まあ、なんか渋谷の HMV がね、なんかセレクションしたみたいなところから始まった音楽の一括りだと思うんですけど、それと渋カジとはまた別かな。うん、はい、スチャダラネイティブターンの流れと捉えていいですか。 MCY さん、デラソウルの影響が本当に大きいんじゃないかと思いますけどね、スチャダラパーは。はい、ヨッピーさん、スチャダラパーが学祭でライブされてた時盛り上がりすぎて体育館の床が落ちた思い出、マジで。学祭に早くスチャダラをその時期に呼んでるとしたら相当いい学校に行ってましたね。あ、まあどのくらいの世代かわかんないけど、まあでもスチャダラパーめちゃくちゃね、今でもそうですけど大人気で、ございます。そうだな、ちょっとですね、まあなかなか全部話そうと思うとまあ話せないんで、ちょっと昔話も違うことに行きたいと思うんですけど、そのファッションのね話をまあしていこうかなと思います。さっきから言ったように六本木渋谷系と、新宿下北原宿系で分けたとしても、そこでも結構ファッションのあれ違ったりとかするんで、結構僕らの方はそのスケーターブランドとか取り入れたファッションとかもう本当に多かったんですけど、かたやいわゆるね、六本木ダンス系は、ボビー・ブラウンからボビー・オー、MC ・ハマー、ハマオーなんつったりとかして、何ですか、そういうこう、もう、ね、髪型とかも含めて、そういう、よりブラックカルチャーの、に、こう、影響されたファッション、非常に多かったと思うんですけど、とにかく今みたいに何でも洋服買えないんですよ。ヒップホップっぽい洋服を探すだけでも本当に大変だったんですけど、でも欲しいし、お金もないし、で、僕はやっぱ洋服屋さんから受けた影響ってのがめちゃくちゃ大きくて、大きく言って3つ4つだと思うんですけど、一番は、原宿の、ラフォーレ原宿の地下1階、2階にあった、セルロイドっていうお店があったんですけど、さっきもちょっと名前出ましたけど、東京ナンバーソウルセットの渡辺俊美さんがやってられたお店。で、まあもう、なんだろうな、当時そのさっき言った新宿のクラブとかに来てた人はわかると思うんですけど、もう東京ナンバーワンソロセットって書かれたキャップが、はそのお店でしか買えなくて、めちゃくちゃ人気で通ってましたね。まああといわゆるハイブランド系のブートとかコピーとかもたくさんあったんですけど、合わせてなんだろう、スチャダラが着てたような、ドリフター、まあ、海賊版ですけど、ドリフターズのね、がプリントされた、T シャツが売ってたりとか、まあ、そういうなんかちょっとサブカルっぽいファッション。でもなんかちょっとヒップホップ流れっぽいのもあって、そういうのが売ってたのが、実はラフォーレの地下にあったんですよね。
で、めちゃくちゃそこに通ってましたね。学校終わって、まあレコード1枚買いたいんで、レコードを買う、お昼ご飯我慢して、1000円とか2000円を握りしめて、電車、千代田線の学校に行ってたんで、多分明治神宮とかまで来て降りて、ラフォーレ、制服のままラフォーレ行って、渋谷まで歩いて、渋谷のレコード屋で1枚レコード買って帰るみたいな感じだったんですけど、そこからまあ、渋谷の方に歩いていくと、ロンディスっていうお店があって、これはわかる人いないだろうな、本当に。もうすごい裏の裏の、こんな変な、なんだろうな、雑貨屋さんの脇道を、砂利道を入ってって、その奥の奥に隠された扉みたいなのがあって、そこを開けると、なぜかヒップホップっぽい洋服がちょっとだけ売ってるお店があったんですよね。で、そこに行くと多分、もう当時のジョーダンとか売ってたんだよな。まあ買える値段じゃなかったんであれでしたけど、うん。あとそういうなんかミッキーマウスとかがヒップホップっぽい格好してるブートの T シャツとかね、なんか売ってましたね。で、そこから、それがね、今のキャットストリートかにあったんですよね。で、そこから渋谷の公園通りに行くんですけど、そうすると東京堂ってお店があって、東京堂も本当にお世話になりましたね。国尾さんだったかな、店長さん。はい。あと、ドマちゃんっていうね。店員さんとめちゃくちゃ仲良くさせてもらいましたけど、東京堂はいわゆるエリック・ビー&ラキムとか着てたようなあのブートのグッチのあのトラックスーツとか、まあもちろんそういうのも買えなかったんであれですけど、なんかそういうのとかまで売ってるお店で、多分本当に東京でとか渋谷原宿でヒップホップっぽいファッション買うって多分本当それぐらいしかなかったんじゃないかな。あと、後に吉祥寺の33ってお店があって、レンタルレコード屋さんでもあったんですけど、ヒップホップの曲とか、クラブミュージックのレンタルレコードがいっぱいあって、あとはイギリスとか、ニューヨークとかで買い付けしてきた洋服がちょっと売ってたんで、そこで、なんだろう、ソウル2ソウルのロンティーとか買った記憶がありますけど、なんかそうやって、なんか少ない情報とね、凝らして、で、まあ月に一回の、高木寛さんの連載を読んで、勉強するという感じだったんですけど、高木寛さんのその、宝島とファインの連載以外だと、何が一番情報源だったかっていうのは、クラブスナップ、クラブキッズコレクションっていうのが、キューティーっていう、女性誌があったんですけど、女性ファッション誌。それがね、最初機関誌だったんですよね。で、後に月刊誌とかになっていくんですけど、多分春夏秋冬とかぐらいしか出てなかったのかな、最初。で、キューティーは多分宝島の女性版みたいな感じだったのかな。そこに、クラブにいる人の写真、遊びに来てる人の写真をただ撮るっていう。クラブに、来てる人の要するにがどんな人が来てるかが分かるんですけど、有名な人は大体そこに乗ってくるんですよ。だから音楽出してなくても現場でライブしてる人とかはなんかそこで名前が知れていくのね。で、俺はそれを見てたし、その人たちがどんな服を着てるかっていうのがめちゃくちゃ興味があったんですよ。というかもう情報もそれしかなかったし、なんで女性誌だけどキューティーを買ってましたね。めちゃくちゃ楽しみで、クラブキッズコレクション、要するに、まあ、クラブに遊びに来てる人たちだけど、そこに出てる人たちが憧れの人たちみたいな、風になってますね。はい。あ、ちょっとついてますけど、ヒップホップの服は代官山行かなかった。あ、代官山ね、行きましたよ。代官山のお店、名前忘れちゃったな。何でしたっけ？デタントじゃない。あ、そうだ、デタントだ、デタント。うん、デタント行きました。うん、多分日本で一番最初に X ラージ入れたお店で、そうそう、それをね、買いに行った。すごいセレクトショップで、はいはい、そうですよね。走りで、はい、で、本当にいろんなブランドがあって、はいはいはい、結構その、ジャマイカっぽい感じのストーンを使ってたりとか、あとこうセットアップ系とか、はいはいはい、あと西海岸のジャイブみたいなやつとかもあったし、はいはいはい、
で、デタントのね店長さんとかには僕めっちゃお世話になって。あ、本当ですか。そう、ニューヨーク行った時に、はい、兄弟で社長さんいて、はい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 、お兄さんがニューヨーク住んでて、はい、でその人が詳しい、さすがキングストリートのヒサさんとかさ、ハウスとか仲良くて、はいはいはい、で俺なんか仕事でニューヨーク行った時に、うん、その後もうちょっとステイしたいなって言ったら、じゃあうち泊まればとか言ってロフトに泊まって、泊まって、その頃ちょうど曲的にはマライアのヒーローとか、はい、そうそう、メアリー・ジェイのリアルラブとか、92年ぐらいですかね、それぐらいで、いい思い出ですよ。そうですよね。そうだ、思い出、なんかちょっといろいろ思い出してきたな。今日何の準備もしたかった。代官山、そうだ、ステューシ、代官山のステューシ、線路沿いのステューシ行って、うんうんうん、そっからデタントまで歩いていくのが、そう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 、ちょっとコースでしたね。そう、あの頃はすごく代官山がちょっとありましたよね、ちょこちょこ。そう、裏原ドーンっていうののちょっと前ぐらいの、はいはいはい、なんかお買い物コースで、そうですね、うん、渋谷から歩いて代官山、そうですね、あの線路沿い歩いたな、うん、そう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 、いい感じ行きましたよね、確かに行きましたね、はい。あとあれか、 DJ's チョイスか、うんうん、マキ君とか、そうだね、大輝君とか、まあそうっすよね、ファイヤー通りだね、はい、うん、ファイヤー通り、そうですよね、ファイヤー通りのおもちゃ屋さんとか、うん、あの今のメディコムトイのお母ちゃんがいたところ、なんだっけ、ザップでしたっけ、おもちゃ屋さん、あ、ファイヤー通りありましたよね。あとなんかワールドスポーツプラザ、はいはいはい、あって、でもうちょっと渋谷駅側に行くと、はい、そのこの話してる時代よりもちょっとだけ後だから、トリプルファイブソウルの路面店ができて、あ、そうですね、そうですね、でその頃僕がトリプルファイブソウル専属で、あ、そうだ、そうでしたね、でもう雑誌とかに俺モデルとしてまんま出てる、そうだそうだ、出てた出てた、そうだでしたね、はい、こんな昔話でいいんでしょうか。あとやっぱデプトかな、デプト、そうだね、あの渋谷と原宿の明治通りのちょうどど真ん中にあった古着屋さんが、やっぱそう、ちょっとエッジの効いた古着が、ね、そうそうそうね、あったりとか、あと、デプトに行くといろんなクラブのフライヤーがとにかく置いてあって、フリーペーパーとか。あと、ウルチメイトブレイクビーツも、レコーディアにそんなにない時に、デプトに売ってた、あ、あったかもしれない、ちょっとレコードとかね。うん、そんで、もともと古着屋さんだから、古着屋っていう。フルギアっていうオリジナルのなんかセットアップとか、すごいビーボーイとちょっとパンクの中間っぽいデザインの、そのオリジナルの服とか出したりとかして、あったかもしれないですね、うん、いやすいません、ちょっとご参加いただいて、いや、全然いいです。あとね、原宿のね、もう一個一個古着屋の名前ごめんなさい、まあでもまあちょこちょこはあったんですけど、でもそんな今みたいにね、たくさんなんか何でも簡単に買える時代ではなかったので、とにかく一着探すのが、まあお金もねあんまなかったんで、そういうのもあったんですけど、とにかく何か一つを買うのに自分の足で歩いてとんでもなくディグするという大変な時代でございましたから、まあそんなのを経てですね、まあ僕は大人になっていくんですけど、さっきちょっと質問があったんで、まあ最後ちょっとそこちょこっと話できればいいなと思うんですけど、僕はあの渡来くんがね、高校の同級生で高校生の時出会うんですけど、だから渡来くんがいわば六本木ダンスカルチャーの方にいたんで、まあ交わるようで交わらないところもまああったんですけど、まあでも彼から教えてもらうこともすごくたくさんあったんで、めちゃくちゃ影響を受けたんですが、当時制服でレコーダーさんにいるなんてマジで5人ぐらいしかいなかったんで、あの今テクノの DJ やってますけど、あのテクノの DJ とか卓球さんとかのね、下なのか、あ、違う、今別にないか、あの田坂って言いますけど、田坂と今もドラムベースとかやってんのかな、ムーチーってやつと、あと渡来くんと俺と、まあそのちょっと友達ぐらいしか制服でレコード屋さんで会う人マジでいなかったんで、まあみんななんか活躍してたりとかして嬉しいんですけど、そんで僕はその後高校卒業して、あの予備校に行くんですけど、あの親には予備校に行くって言いながら実はレコード屋でバイトするっていうですね、ことをしてましたね。でなんかね、 DJ になるとかっていうよりはレコード屋さんがすごい好きだったんだよね。そう、とにかくレコード屋さんに行ってなんか新しい情報をゲットしたり、なんか1枚ずつ買うのが、でとにかくお昼ご飯代を我慢して1000円とか2000円貯めて、さっき言ったように渋谷とか原宿に行ってレコード1枚買うんだけど、買った1枚のレコードのジャケットの裏を見ながら電車で40分ぐらい乗って家まで帰るんで、うん、その知識でレコード屋になったっていうか。そうだね。で、あとお金なくてレコード買えなくても
あの頃シスコとかだと、はい、あのこう月刊のあそうですよねフリーペーパーフリーペーパーみたいなので、はいはい、BPM ってやつがありましたね。そうそう、それでこういろいろこうこういうのあるんだこういうのあるんだって見たりとか、はい、あとあのビルボード今はネットとかってさ、はい、見れるけどさ、はい、あそうですよね。コピーして置いてくれてたりしましたね。でそれでなんかこういろんなチャートが入ってるのこうホッチでピッと止めて、はい、ちょっと安い値段で売ったりとかして、はい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 、うん、あれとかすごいやっぱ貴重だったし、いや本当ですよね、うん、で情報集めに街を回ってって感じでしたよね。あとだからPV とかもさ、うんうん、あの昔タワーレコードがあったところの下に、ああ、はい、下にブートのビデオ部屋ありましたよね。そう、そこでヨー MTV ラップスとかラップシティとか、はい、ソウルトレインとか買ってみる、はいはい、VHS、いやーほんとそうですね。そんな感じだったですよね。はい、いやーそんな感じでございます。懐かしい。はい、ちょっとツイッター見てみましょうかね。ソルジャーさん、コーネリアスとか小沢健二のファーストあたりかな。あーラフォーレの HMV とか、まあそうかな。でも、やっぱりね、当時、本当の僕はそのさっき言ってた、スチャダラのナイスガイとか、あの辺の頃は、オールジャンル、全部、クラブカルミュージックとかっていうくくりでは、本当に全部一つだったんで、ヒップホップだけのイベントもちろん小さくはあったけど、なんだろうな、レコード買うのも含めていろんなジャンル、例えばじゃあスカパラも一緒に出てたし、なんならオリジナルラブとかもう一番最初そういう感じでレコード買った記憶もありますね。はい。で、まあ、あと電気グループとか。うん。だから、まあ、スカとか、まあ、あとまあ、ランキンタクシーしかり、VIP 他、レゲエも、今よりももっと全部がクラブカルチャーとして一個ですごく近くて、ヒップホップならヒップホップだけとか、そういう感じじゃ全然なかったんで、まあ、ハウスもそうですけど、なんで一通り日本人が出すクラブミュージックは割と何でも聞いてたかな、みたいな。まあ、数が少なかったからな。買ったり聞いたりしてましたね。はい。なんで、まあ、そんな感じでですね、まあ、残り時間も少なくなってきましたんで、そろそろ終わりにしようかなと思うんですけども、またですね、まあ、機会があればレコーダーに入ってからの話とか、まだ全然、あれですけど、僕ね、多分ね、レコーダーで働き始めたのは93年ですかね。最初は上野のシスコに、1年間いたんですよ。そうだね、初め上野あったもんね。そうなんですよ。ね、家が王子だ、北区の王子だったんで、県員特選ですけど、上野が一番近かったんで、うん。で、上野の店員さんと仲良くなって入れてもらったんですけど、渋谷で、久保田武史。で、あと、坊主くんの、はい、弟、あ、そうだはい、隆くん。隆ちゃん。はい、とかが働いてて、久保田武史が、久保田くんがシスコ辞めるっていうんで、その後釜で行ったんですよ、僕。うんうんうん、で、同僚が、今、フォースオブネイチャーのケイザーですね。四つ街道ネイチャーの北円沢ですけど。うん、で、あと、ハックちゃんは僕が入ってから、働いてる時に一緒に入ってきました。あ、なるほどね。はい。ハックは、まあ、俺の後輩って感じですかね。ハックは今、紅茶屋さんやってます。あ、そうなんだ。そうです。あ、なんか、ぽいっちゃぽい。ハックは、でも、R&B 担当だったんですけど、2パックとアウトキャストが大好きでしたね。あ、はい、あとね、あと、チェリー・チルウィルとかは僕の後輩、もろ後輩です。そうだよね。はい。うん、2世代下ですかね、うん。俺が面接して入ったのかな、チェリー・チルウィルは。はい。なんで、まあそんな感じで、あ、今グロープ・イン・ザ・ダーク、いろいろ思い出してきました。これ佐々木くんですけど、グロープ・イン・ザ・ダークね、あ、そうだよね。グロープもね、忘れちゃいけないね、洋服屋としては。失礼しました。うん、はい。ネイキッド・アーツのね、佐々木くんもシスコの通販部で働いてたんで。うんうん、はい。まあそんな感じ。サッスくんでしょ。そうです、そうです。最近なんかツイッチかなんかやってない？あ、サッスくんツイッチやってるよ。やってますよね。はい、うん。なんでそっちをみんなチェックしてあげてください。ぜひぜひ。まあそんな感じか。まあいっか。まあちょっと急遽やった俺にはまあまあ話したんじゃないですか。いや、結構面白い話だと思うよ。あ、本当ですか。うん、なんかその最初から言ってたのが、うん、そのヒップホップの始まりから分けるなら、うん、渋谷六本木のダンス系と、うんうん、ちょっと乱暴かもしれないけど、新宿原宿下北のスケーターパンク上がり方面かっていうのは結構全然違ったかな。で、両方にもちろん被ってる人もいるけど、僕はやっぱミロスとズーなんで、そうなんですよね。その前のガスとかはほぼ世代的にいけてないんですけど、うんうんうん、
なんか、まあ、あとはまあ、サーカスとかもちろん行ったことあるんですけど、うんうん、なんかちょっとそこは大きく違った。またちょっと違うよね。で、ジブラ君人脈でいつもこうやってるから、どうしてもその六本木寄りっていうか、の人が多いっていうか、うんうん。そうだね。そう、だから俺の場合は、結構そっち、もともと六本木とかそういうところで、はい、俺の話もしたって長いんだけど、ね、まあ今度こういう時やったら僕もしますけど、はいはい、だから俺はフルーズオブザリズムだったりもしたから、そうですよね。どっちも知ってました。どっちも言ってた。知ってましたよね。うん、どっちも言ってた、うん。だからそれこそその、この前かおりちゃん来た時にさ、はい、俺になんとかみたいな話してたじゃん。はい、あれとかその花園神社のあそこなんだっけ、ミロス、カツオさんがいてみたいな、はい。もうあの辺の時から知ってて、はい、あの東京エアランナーとの関君。そうですね、そうです、そうです。そういう人たちとかいたりとか、はい、それこそほんとチェックアンマイク出てるような人たちが、はい、もうカツオさんの直の後輩みたいな人、はい、ちょっといっぱいいて。はいっていうのとか、俺はどっちも言ってたかなって感じ。そうでしょうね、うん。今ちょっとね、名前出てきちゃって少し話させてもらってもいいですか。あの、僕一番お世話になったのは東京エアランナーズのその関さんなんです。うん、で、東京エアランナーズって洋服があって、さっき言ったんですけど、キューティーのクラブキッズコレクションで出てる人たちがみんな着てるのね。そうね。で、何この東京エアランナーズっていう洋服と思って、でもどこにも売ってなくて、うんうんうん、どうしても欲しくて、ずっと探してる。とにかく売ってない、買えない、何これ。情報全くない。でも、クラブキッズコレクションで毎月誰かが来てる。ってなって、ラフォーレの、その、セルロイドに行った時に、レジに帽子が飾ってあったんですよ。で、あったこれくださいって言ったら、としみさんが、うんうん、あ、これ売ってないんだけど、僕の友達が作ってるから、うんうん、僕の紹介だっつって連絡してみなって電話番号教えてもらって、なるほど。電話して、うんうん、僕もこういう感じで出しても絶対買いたいんですって言ったら、あって、その東京エランナーズっていう服は、要するに手作りみたいなブランドで、そうだね。関さんっていう人なんですけど、と知り合わないと買えない洋服だったの。うん、そうだったかも。でしばらく連絡して代々木のファーストキッチンで待ち合わせするとカバンにどういうのが欲しいのとか T シャツとなんとかどうとか言うと持ってきてくれるんですよね。カバンにいっぱい入れて、でその場で見せられてその場で買うみたいな。でそれを何とかやったらめちゃくちゃ仲良くなっていろんなとこ連れてってもらうようになったりいろんな人紹介してもらったりして一番お世話になったのが関さん。うーん、なるほど。今も新潟で TAR 東京エアランナーズですけど、でお店もやってたり通販もやってたりするんですけど、うんうんうん、一回ね、5年前ぐらいかに一回遊んだんですけど、すごい久しぶりに、うんうん、アゲハかなんか一緒に行ったんですけど、もうめちゃくちゃお世話になった人で、まあその人いなかったら今の自分ないぐらいなみたいな人ですね、うん。俺もウィンドブレーカーをね、関君からね、はい、これ着てよ健坊って言って、で着てた。そうですよね。多分俺もそういうのを着てファイン出たりとか、はい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 、多分キューティーも俺ちょこっと出たりしたし、はい、そうですよね。健坊君はマジでどっちにもいらっしゃいましたね、うん、そうなんです。いや、さすがにいろんなもん。でも本当に、まあ言ったら結構分かれてましたよね。そういう意味ではね。分かれてた。はい。なんで、まあちょっとたまにはね、まあもちろんその、ジブラ君が毎週ここでやってらっしゃるのも間違いないし、いろんな方がお話されてて面白いんですけど、ちょっとそういう違う側面の日本のヒップホップもあったんだよっていう話ができたんで、まあよかったかな。そう。で、だってさ、はい、エアランナー時代とかって、はい、まだジブラがラッパーとして出てくる前の時代なんですよ。そうですよね。そうですよね、うん。そうかもしれない。そう。俺が出会ったのは、六本木のアールホールでっていう。はいはいはい。まあその話ではもう、またすればいいけど、その前の話だから貴重だと思うし。ああ、ありがとうございます。うん、なんで俺もだいぶ昔からヒップホップ聞いてんのかな。はい。なんでちょっとマニアックな話だったかもしれないですけど、まあ、急遽代打でやった俺にはまあよかっただろう。ということで、ありがとうございました。はい。なんで時間過ぎちゃったんでね、今日の番組紹介いきます。この後1時からは DJ 健坊さんのプレイです。よろしくお願いします。2時からはレッププレイリスト。6時からは AYA のレップ6、6レップ生放送です。今日のトークテーマは、番組や動画を見ていてもやもやするとき。CM がやたら入る。あ、これね。なんで僕はもう YouTube プレミアム入りましたよ。あと犯人がバレバレ、話が一向に進まない、いたずらがほぼいじめ、あーね、オチが悲しすぎ、隣で見ている人があらすじを言う、あーもうこれ絶対ダメですね。はい、など、シャープカタカナ6レップのハッシュタグと一緒にお願いします。20時からソリッドスカイエンターテインメントアンチェンドラジオショーアンラジでございます。今日は電話ゲストで大地さんが登場、フランク・ローガンをフィーチャリングした新、ね、新曲を発表したダンスチーム、ウエストコーストスラッガーズの大地さんが、楽曲の制作秘話を語ってくれます。そして渡辺志保の、DJ's プレイリスト生放送ですね、今日は。で、もうリモート放送になります。今日ゲストに大阪の DJ ゆきなり、が登場ですね。バルコニーアットダスク。
夏の終わりの夕暮れに一人黄昏る独身男めちゃくちゃいいプレイリスト作ってくれたんで、そちら楽しみです。そして今日はですね、DJ 初音ちゃん、ソロ会になります。フォースコーストラジオ収録です。今日はですね、ゲストに四国、オンで人気のラッパーですね、ディスリーとフランキスが、ゲスト出演してくれます。あのね、二人とも近日リリースの作品から、新曲を公開してくれるということなんで、四国ファンのみならず、ぜひ、今日も一日レップをね、楽しみながら、そちらチェックしていただければと思います。では、健坊さんの前に一旦 CM お聞きください。Yes, W.I.E.P. ランチタイムブレイクス第2部は、私 DJ 健坊が、いつも通りというか、回す時間なんですけども、今ですね、ちょっと柳さんがね、機材のね、いろいろセッティングをしてるんで、その間にちょっとジッパーつなぎで僕喋ってるんですけど、まあね、さっき柳さんがしてた話なんかはね、もうほんとね、結構、いろいろ本当に面白い話はあるかなっていうところで、でもね、なんかこう人が話してるの聞いてて、こういうのあったよね、こういうのあったよね、みたいな感じでこうね、なんか引き出しの奥から出てくるみたいな感じだから、すげえやっぱね、いろんなことありすぎちゃってね、なかなかこう整理して喋るのは難しいことなんですけどね。でもね、本当にまあ僕もこうこっちになんて言うんだろうな。出勤っていうか、レップの方に来ながらこう途中途中ちょこちょこ聞いてて、やなさんおもれえ話してんなとか思って。うん、確かにさっきもやなさん言ってたけど、その、なんだろうな、いろんなアーティストの人たちから話聞くの面白いけど、もう本当にその、もうやなさんなんか本当にもう、屋台骨を支えていた人間なので、そういう人たちの話をやっぱ聞くのはね、おもろいですよね。うん。まあそんな感じで、まあちょっと今日は急遽な感じのフォーマットになっておりますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。あ、柳さんの準備ができたっぽいんで、ちょっとマイクをパスします。はい拙くてすいませんでした。さあ、というわけで、なかなかの手弁当スタイルでやってますけども、シャープ WRP レップ、この後木曜日1時からですね、DJ 健坊さんの、ミックスになりますけども、今日もですね、まあ今日はなかなか急遽会みたいなことだったんですが、健坊さんもね、ちょっと昔話で、助け舟出していただいて非常に助かりました。ありがとうございます。はい。でもね、健坊くんに話させたらこれ何回やればいいんだろうって話になっちゃうぐらい。いやもう結構。いっぱいありますよね。そうかもしんないですね。そうっすよね。一番本当に、今も現役でね、一戦でやってらっしゃる人の中では、本当に最初から見てらっしゃる方だと思うんで。比較的最初の方から。でもなんで若っ、してもういきなりあの位置に行ってたんだろうっていうのはちょっと興味ありますね。まあなんだろう、自分でもなんとも言えないけど、だって例えばダダの話しても、うん、みんなが例えば長谷部渡来とかが、はいはい、コンテスト出てる時に、うん、もうダダ側で DJ してるわけじゃないですか。うん、してる。それとかまあ今度聞きます。はいはい。ね、こんなとこでちらっと話したらもったいない、もっとゆっくりね。はい。はい、聞きたいと思いますので。はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。わかりました。というわけで、今日もよろしくお願いします。お願いします。けども、はい、今日はどんな感じで、まあ、とりあえずまあ、ちょっと90年代とかの話なんで、はい、まあ90年代ぐらいの感じで、はい、まあまだね、ちょっと残暑っていうかもう8月終わっちゃうんですけど、はい、まあ、基本的に夏っぽい感じからまたスタートしてみようかなと思っておりますね。はい。はい、ありがとうございます。はい、じゃあですね。